はい、どうも、まことです。やらかした。何をやらかしたかっていうと、今まで動画を編集してたパソコンが言うこと聞いてくんない。まいった。非常にまいったよ。あのね、ことの発端は全部俺のパソコンってフリーソフトなんよね。そのマイクロソフト以外は、マイクロソフトのオフィス以外は。でフリーソフトで画面キャプチャーをするソフトも入れとって、それでちょっと動画を1本撮ろうかと思って撮りよったんやけど、言うこと聞いてくれねえんだ。でそれがマイクの調整がおかしくなってるのかなと思って、マイクの調整とかいろいろやってたんだけど、それもおかしい。でいろいろいじってて、ちょっと失敗して、俺が何を勘違いしたか、初期化にしちゃったんよね、パソコンを。でもまあ初期化にしても、まあ同じソフトを入れればいいかと思ってあんまり考えてやってたんだけど、でいつもの動画編集の AVI 言うてる、あれまでインストールして、さあ いざあのなんちゅう動画を撮ろうかなと思ったら動画を撮れません。参った。動画が撮れないって言ったらおかしいね。動画編集ができません。その、MP4 に出力しようと思ったら出力できないんだ。で、今日もちょっと夕方ぐらいにさっきまで挑戦はしてたんだけど、やっぱり言うこと聞いてくれないんだよね。参った。で、あれ、今、その AVI 言ってるって言ったのが、2015年のアップされてる YouTube の説明のやつを見て、同じようにインストールしてから、まあ今2021年やけど、それで使ってて、一応ね、同じようにインストールしてるやつで入れてるはずなんやけど、言うこと聞かないから、とりあえずは今回はこの携帯で急遽撮っています。はい。だから今回は音もありません。 BGM あるとしたら車のエンジン音ですね、このパストちゃんの。参った。非常に参った。だからとりあえず今回はこの携帯で撮って、そのままアップロードして、で次回からはちょっと彼女さんの携帯じゃないパソコン、俺よりちょっとスペックいいのを持ってっから、それを借りて編集したいと思います。ただ今回はちょっともう、また2週間3週間飛ぶのも嫌やったなと思ったんで、もう言うこと聞いてくんねえんだもんな、パソコンが言うこと聞かないから話にならんわ。だけどパソコン自体は壊れてるってわけじゃない。だからとりあえず一番最初の動画、俺のチャンネルのわらしべ長者のあの回で手に入れた、コレダ50、あれはコレダ50を手に入れたわけだ。で結局その税金のあの滞納とかどうのこうのが、前のやつがなんか郡山市はものすごく厳しいで、であれカメラ撮ってるって言われたら、いつも通りお前じゃ話にならんみたいな言われ方するから、わざとカメラ撮ったんやけど、対応悪いんだあそこは。で本宮市、前住んでたんやけど、本宮市の方は良心的、ちゃんとその何ちゃんと理由話してくれたら向こうもちゃんと聞いてくれっからさ、それでなんとか対応できてたんやけど、郡山に移ってからああいうもうね、なんつったらいい、もうおめえが悪いんやろぐらいの勢いのやつがおるからさ、対応するやつが。そんなね、わざわざ滞納するようにするしたわけじゃないんだよ、こっちも理由があって滞納してんだから。それを話聞いてくれんで、もうとりあえず払え払えやけど、お前が住めなくなってもどうでもいいやつ、いい対応やからっていう、まあそれは話をあれで置いといて、とりあえずパソコンが言うこと聞いてくれないから今回はだもんだから、今回は携帯でノーカットで撮ってます。で次回からちょっとそのフリーソフト編集、今まで AVIU で使ってたんだけど、次回からはちょっと有料版ちょっと買って、
ちょっと編集して、その彼女のやつでインストールするか、俺のその問題を起こしたパソコンでインストールするか、ちょっと今のところまだはっきりはしないけど、とりあえず、インストールして AVA ユーテルを卒業する段階に来たかなっていう感じやから、一応 AVA ユーテルをやめてその新しいのに挑戦していこう。ちょっともうこの年で覚えるのつらいけど、まあ頑張ろう。で、その今まで使っとったパソコン、ラビューの i7 使ってるんだけど、ちょっと、最初の段階では 1TB の HDD が入ってたのを、俺が、速さ求めて SSD の 500GB 入れて、メモリーを 18GB まで上げたやつ、それを持ってんね今。で、一応壊れてはいないから、それを元手に今度こそスーパーカブを手に入れようかと。スーパーカブを手に入れて、それをまた動画のネタにしようかと、別動画で。うまくいけばいいけど、うまくいくかどうかわからん。参った、非常に参った。編集できねえんだもん、エラー出て。編集まではできるんよ、その切り取ったりとか、文字入れとか、写真貼り付けとか、それはできるんだけどって感じ。参ったよ、ほんと参った。今日も夕方ちょっといろいろ試してはいるんだけど、全然うまくいかない。で、プログラムファイルとプログラムファイルの86ってのがあるじゃん。俺もちょっと今パソコン手元にないから見れんけど、それの入れる場所が違ったんかなとか、あとインストールソフトの不具合でも出てんのかなっていろいろ調べたり、再インストールし直したけど、うまくいかない。頭使ってひび玉で貼る状態よ、ほんと。で、とりあえず今回は、まあ、これで携帯で報告だけしとこうかと。ウェブエア言うてる、いい加減卒業します的な。ソフト買ったら完全に卒業する。買えればね。買うっていうよりか、借りるって感じかな。パソコン俺のインストールするわけないから、借りてみて俺が編集覚えきったらそれでいこうかと。難しいね。だから今回はとりあえず携帯で撮って報告っていう動画になります。編集はなしです。だから BGM はパソちゃんのエンジン音だけです。聞こえてるかなこれ。とりあえず今のところは、パソコン壊れました。あ、壊れたっていうか、ソフトのエラーが出てうまくいきません、編集が。で、第2が、もうしゃあないから AVI ユーテルを卒業します。卒業して有料版の動画編集ソフトを使っています。俺の好きな休日おじさんの休日っていう2人組の YouTuber がおったんやけど、今ちょっとね、いろいろあってあれしてるんだけど、その人も使ってるのかなって感じよ。あと群馬173ね、あっちも使ってるのかなっていう感じ。あと福ちゃんっていう、その友達のクリ博士って呼ばれてる人が使ってるやつ、あれを使ってみようかなって感じやけど、今回はこういう感じで説明になりますね。で、最近朝早いんだ、4時起きだもん。4時起きでもう拘束時間13時間だから、編集する暇がねえわ。編集する暇がねえからパソコン壊れたんかもしれんし、俺がたまにっていうか、もうほぼ毎日ノートパソコン閉じて、その上でお盆のように使ってたからさ、壊れたんかなって感じやから、参りました。明日も4時起きです。4時起きてゴミをうちの会社の近くで出して、それからいわきに行きます、郡山から。遠いわ、朝早いわ、週5、6時や、辛いわ。
っていうことです。で、あ、そうだ、忘れてた、3つ目、その問題を起こしたのラビューの白のノートパソコン、あの修理動画で俺、ジュリアかっこして猫と誠かっこして猿の生態っていう動画上げてたと思うんやけど、あれで修理してたパソコンのあれが言うこと聞かないからって、あれを元手にあの某サイトで交換希望者を探してスーパー株を手に入れようと、うん、それも動画に上げたいと思っとるから、うん、今度はちゃんと乗れる、状態で改造していこうと思います。一気に改造するわけじゃなく、ちょこっとずつね。あんな無理してはいかん、やっぱり無理はいかんやった、うん、バランバラにしたら後が大変ってことで、今回はこの辺でうまくいけばいいと思いますけど、俺の答えがうまくいかねえわな。まあそういうことで、では今度は編集できると思います。ではそういうことで、ご視聴ありがとうございました。